はい、それじゃあ早速ね、進んでいきたいと思います。生贄の道ですね。もうボスを倒したので、もう行くところが多分こっちしかないんじゃないかみたいな感じなので、こっちを進んでいきたいと思います。オッケー、これで行こう。あそこに敵がいる。これ敵だよね。うわ、なんだなんだ、うわ、バカバカバカ。させない、そうはさせるか。オッケー。完封しましたね、ニンジンマン。さすが。ベータカロチンの力面白い、お前も。なんだここ。ここは意味ねえのか。登るだけ損みたいな。あ、でも上に道あるやん。ねえやん。ないやん。なかった。オッケー。うわ、落ちた。うわ、大丈夫か、これ。うわ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんちゃ、ごめんちゃ、ごめんちゃ、ごめんちゃ。ごめんって、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 ごめんって。撲殺しろ、撲殺。オッケー、どうだ。見たか。これが、待って、レイピアは、千銀に、あ、でも千銀に MP みたいに、FP 使ってますね、これ。MP じゃなくて FP。ちゃっかり使ってますね。え、で、上、さっきのところ、こっから来たのか。こっから降りてきて、アイテム、R、OK、OK。いいですね。こっちは、うわぁ、またですか、またです。私の剣技を思い知る。私、剣技を思い知る。痛い、剣技どころじゃない。あぶねぇ、マジで。マジであぶねぇ。あぶねぇ。あっちにもアイテムある。下もステージっぽいよね。どうせ汚いとこ行くでしょ。なんか巨人の森みたいですね。ダークソウル2の最初の。うわ、2匹いる。あー、ララ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 ラ、うわー、中二病真っ盛り、中二病真っ盛りすぎでしょ、中二病、マジ中二病。オッケー、それは中二病だって。何毒やん。しかも懐かしい音がする。かなり懐かしいタイプの毒の音がしますね。いや、懐かしいって、お前それ呪術使ってるっすよ。あーあーあー、はい、シャウトなら負けないぜ。シャウトなら負けないぜ。こんな細いとこ通ってくんかーい。いいね、ニンジンマンマジ負ける。え、なにこれ、ニンジンマンズボン燃えてない？え、なんか火の力みたいの持ってない？なんかさ、てか、すごくない？なになに？なんか体燃えてない？え？死んでない？死んでない？はい、というわけで早速続きの方をやっていきたいと思います。人参マンいいですね。ちょっと肝太に作りすぎてか？もうちょっと肝太に作りすぎましたね。まあいいでしょう。こういう人参マンもたまにはありかと思われます。はい、というわけで、ね、ちょっと休憩してきたんですけど、ダークソウル3、ほんと楽しいんで、ハイプレイ、僕多分ハイプレイしちゃうと思うんですよ。期限を設けないと。まあ、でもやれる時間も決まってるんですけど、多分、死ぬほどやると思うんですよ、ダークソウル3。なので、2時間に30分、2時間やったら30分は休憩しようという、取り決めを勝手に作ったんですけど、最初に、パッケージ開けてから、実況撮り始めてから、実は3時間、気づいたら3時間、2時間を通り越して、3時間が経過して、痛い、ご了承すぎた。3時間が経過して、あ、あいつ落ちるぜ。あい、雑魚。で、ここ、もう一匹、とんでもない。もう一匹、ほら、キラー、ほら、来た、ほら。オッケー。レイピアで突き殺す、いやー、いや、このブラッドボーン仕様もね、なかなか面白いですよね。でも、血で顔が汚れるの嫌って人もいますよね。そこがちょっと賛否両論のポイントなのかみたいなところも、あるっちゃあるけど、俺は好きですね。やばい、毒になる、これ。毒になる。痛いことも言えない、こんな世の中、熱い。え、ポイズン。痛いこと、オッケー。休憩したら、この先忘れちゃったんだけど、何やったっけ？え？なんだっけ、この先。あ、落ちてやられたんだっけ、さっき。え、でもこれ落ちなきゃ、
ダメだよね。落ちなきゃ多分進めないんで。でもあそこにいるんだよね。でも落ちて正解、あ、違う。さっきここで落ちたんだ。落ちてやられたんだ。思い出した。上にいますね。怖い。あ、来いよ。どうしたんだよ、おい。ビビってんのか、おい。あ、完全に野菜嫌いですね、あれは。わかります。野菜嫌いですね。この先標的に注意しろ。いないじゃん。うわぁ。わ、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 なんか手に入れた。盗賊か、蛮族かなんかの斧手に入れた。わ、なにこの変態。なにこの変態。わ、なになに。わ、仕込み武器じゃん。仕掛け武器やん。ブラッドボーンもびっくり。なになになに、なんか塗ったのか。でもあいつ強靭ないから、ローリングが有効。わ、効かね、あ、無敵スーパーマーか。オッケー。レイピアの致命の威力を知れ。あ、これ蹴りじゃねえんだ。そうだよな。パリ取っちゃうよ。オッケー。バカが、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 バカが。何やってんのお前。そんなことやってる場合じゃねえからおい。煽りモーションねえのかな今回。下しかないよね。これ流行りましたよね。ダークソウル無印の頃。肉立ち包丁手に入れました、ここで。肉立ちいいね。だから多分、技量筋肉足んねえかな。どうなんでしょう。敵がいるかな。あ、可愛いやつよ。俺やった。あれ、ミルネーポジ。ミルニーですね、ミルニー。ミルドレッド何？おー、山賊コスチューム、今回もありますね。ミルニーですね。オッケー、アイテム部屋かな？違う。あ、山賊の、総担当。え？どういうこと？双剣なの？技量なのか？これ、両手持ち武器？あ、わかった。2本用意しろってことこれ。もしかして。それとも、剣技で、あ、なるほど。両手持ちすると、自然的に2本になるんだ。すげえ。すげえ、かっこよ。かっこよ。かっこいいっすね。あー、L2。L2 ステップですね。かっこよ。使えないけど。使えないんで、ちょっと外します。技量が足りないんだよね、多分。筋肉に振っちゃってるか。いや、でも、公平に上げてんだよな。一応。この上にいるやつどうすんだ？ほら、かかってこい。どこだ？やべ、何も剣持ってねえじゃん。ちょっと、早いレイピアで行こうかな。動きの早い。まずはこいつだな。まずこいつ。あーあーあーあ、毒野郎じゃん。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。え、ポイズン。痛い。あいつの動きがまだ。ローリング。痛い。うわ、いって。うわー、マジか。強すぎ。笑ったー。くそー。スルー。でもって、右を見よ。少年。お？何にもない。だから、ここを抜けざるを得ないんですよね。で、こいつが羽生やしてる間にもう一気に攻める。こいつの攻略はそこだ。うわ、いっぱいいるな、結構。結構いますね。うわ、2匹いますね。2匹とか3匹とか来ますね。でラッシュがぜ。ラッシュ隊。私は東方観察のラッシュ隊だ。君たちと同じく、秘密任務の、なぜの俺が追っている。アクションダ。アクションリロード。タイムクライシス4でーす。はーい。もうテンションがわかんないね。あ、これ上行けんじゃん。上行けてる。私。あ、寝てらっしゃるよ。おお熱波に致命が刺さる。はい、おつー。あいつも羽生える前に。打天使の翼。打天使の翼覚醒前に、ちょっと、ホームロ。あー、くさびしのかけらが1個。で、ここに来て何みたいな。だから何みたいな。あいつらスルーしてきたんで、あそこにいてもらっても別に問題ないですね。てかさ、今回くさびしってか、あの武器強化する石系が全然手に入る。まあまだボス3体目ってところもあるんですけど、ダークソウルで言うとだってまだ
ヤギ頭、あ、月光町あたりか。月光町あたりみたいなもんだもんな。そう考えると、3体ってことは。3体しか倒せないから、どうして。おぉ、ここで攻める、ここで攻める、ここで攻める。で、攻めすぎは良くないから、ちょっと。で、手前に来た方を、一気に。オッケー、こいつ。ここで、一気に押す。で、避ける、避ける、避ける。で、もう一匹いるっしょ。まだいっぱいいる？いっぱいいる可能性。いっぱいいますね。あ、こいつ、地面取る、爆炸取れるんだ。今初めて知った。で、沖にアルツを重ねる。オッケー。こいつ、爆炸取れるんだ。今初めて知った。あー、オッケー。爆炸取れるなら話は早い。なんか、後ろの方から刺しても、あんま入らないから爆炸ないのかなって思ったけど、俺の入れ方が甘かったんだな。あいつ降りてこいよな、マジで。今日なんだよ。あ、てか、あいつが呼ぶのか、もしかして。仲間。呼んでる？仲間呼んでるわけじゃないか。バカ！落ちろ、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 お前、どこに、どこおんねん。落ちた？落ちた？はいー、はいーはいー、さようなりー。はい、行きましょう、ニンジマン。いいですね。あ、上、ちょっともう一回見て、左。何もないね。オッケー。ちゃんとね、ちゃんと拾い残しはなるべくないようにね。絶対あるけど、あ、そこに石森いない？え、石森あれ？何あれ？石森でしょ？石森じゃないな。なんか光って見えただけだ。この石がやたらね、光って見えたね。まあ、あると思いまーす。敏感になりすぎてるとこあるよね。研ぎ澄ましてるよね、神経を、むしろ。むしろ神経研ぎ澄ましてるよね。てか、千銀俺全然使ってないな。パリーぐらいしか使ってないな。パリーもむしろ全然使ってないよね。あ、かがり火かがり火。え、てか、こいつは何？え？かがり火ブラザーズじゃん。え？かがり火ブラザーズじゃん。女かよ！あんた、はじめまして。アストラのアンビ。おそらくあなたと同じ、火のない範囲です。そして、隣の彼は、ホレイス、旅を取りに、ね、あなたも、マギノを探してるんでしょ？俺何してるかわかんない、正直、この、今。ここは、生贄の道の半ば。ここを降りれば、隣の森です。森あんのか？水に浸かった森の先は、不死体の故郷。ファラン、城、私たちは、おぞましい、エルドリッチの故郷を目指します。あー、エルドリッチ、ドロリッチね、ドロリッチ。コーヒーゼリー。ですが、あなたもどちらを目指しても、お互いを、道を交えることでして、その時助け合えるといいですね。あー、サインとかで呼べるのかな。呼びたいね。あなたの旅に火の導きのあらんこと。あ、それと彼のことですが。こいつはとても無口な男。なるほど、だからこいつがこんなに語るのか。だから誤解しないでください。彼は正しく優しい人。使命を共にする、まあ、ふさわしい。あ、あいつみたいなもんですね。ビンス。ニコとビンス。なんか、ムーンって言ってる方。名前どっちか忘れた。彼が共にいながら、ああ、また行ってくれるんだ。聖堂に通じる。いいね。炎の導きが荒いこと。お、青の守護者。青の守護者結んじゃったの。結んではないか。うえー、威嚇されてますね、人参マン。威嚇されてるな。こっちはなんもない。なんでこんなとこで死んでるやつがいるんだよ。何があったんだ。あのうえーってやつに殺されたでしょ。実は夜な、ダイスンスンみたいな、ユルトみたいに、あの殺しに行く感じでしょ。ポストユルトでしょ。ポストユルト。ちょっと4000ソウル使ってきまーす。あ、お前、You're an unkindled, aren't you? 誰だっけ。お互いし、おそらく私はあまり関わるべきではないでしょう。月の加護がありますように。誰こいつ、こんなやついたっけ。え、誰お前誰なんで勝手に座ってんの。何勝手に来てんの。ふざけんな。何かお手伝いできるでしょ。レベルアップ。まあ、体力増やしていた方がいいよね。筋力を言っとくか。あー、こいつこんな奥にいんのか。こいつここにいんのか。神族内の巡礼者があのような神殿に見えるのか。あなたの住所っていただけないのか。ありがとうございます。改めて私あなたに使いましょう。はい、本当の力を引き出す。では始めましょうか。何？
ダークリングの刻むものよ。あと本当の力、なに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 、え、レベルアップ、なんのレベルアップ、何使ってんのこれ、え、あ、一個だけレベル上がんの、何でも上げてくれるおじさん、わ、すげえ、問答無用レベル上げおじさんか、これは。生命じゃあ、プラス20にしちゃおうかな。問答無用レベル上げおじさんだ。マジかよ、神かよ。アイテムの購入。魔法ですね、やっぱり。これで魔法系売ってる。魔法系売ってますね。ちょ、こいつ好きだわ。最初におっしゃいましたよ。私は魔術師。ロンドールの魔術は7回。ビンファイム、懐かしい響きですね。ダークソル1ですね。私の知る限りあなたに教えてみましょう。そしてもう一つ、私はあなたの本当の力を引き出すことができるんですよ。ロンドールの巡礼は知っています。ダークリングを刻む者は誰しも力を秘めているんですよ。手招き、あざーす、いってらっしゃいませ。いやーこいつ好きだわ。こいついいね、こいついいね。顔が見えないけど、顔が見えないのがいい。顔が卑猥だよね。まあ言いたいことは分かってくれるでしょう、皆さんなら。あともう一人なんか助けたと思ったんだよね。どこいんだろう。こっちの方にいないかな。いないね。あ、いた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 。こいつは奇跡か。聖女はどうせ奇跡だろ。おう、エイ様、お帰りなさいよ。ひもり目になれなかった私が。あ、ひもり目だからこいつなんだ。DBGS、神とあなたに来ましたよ。もう私はあなたの何なりと申し付けくださいませ。奇跡を学ぶ。あ、奇跡。こいつ奇跡担当ですね。奇跡の世帯ですね。あ、家路物販あるじゃん、家路10つ見したい。記憶スロット1個しかないけど。アイテム購入。あ、指輪だ、これ何？あ、記憶スロット増やす。でも今いらないですね。とりあえず話そう。A 様、カリム、故郷カリム。ロートレフと一緒ですね。カリムの騎士なんで。騎士ではないですけど、カリムだからロートレフと一緒。ダークソル1ですね。ですからあなたに奇跡の物語をお聞かせできます。ただ私の知ってる物語はあまり多くはないのですが、聖典があればもっとたくさんの物語、あ、聖典集めてこいって話でしょ、そういうことですけど、私はもう目が見えません。申し訳ありません。展示聖典お持ちくださいませ。 OK、 あなたの無事を祈っております。いいね、なんか団結感がある。あのダークソウル2にはなかった時の NPC の何、 NPC の物語があるよね。あのさっきのジークなんだっけ、ジーク、ジルドみたいな、なんかあいつもそうだし、ね、で、こいつは、なんか話してくれる。どうやらあがいてるみたいだな。結構なことだ。あのひもり目もさぞ喜んでいます。だがお前は知ってるのか、英雄様と呼ばれる魔機能たち、その正体を。例えばエルドリッチさ。聖職者だったやつは、ヘドが出るような人食いを繰り返し。マジか。聖職者ってクズしかいないよ、やっぱり。俺が豚のように膨れ、おでとなり、深みの聖堂に幽閉された。なるほどね、聖職者やっぱ狂ってるな。アルフレートもそうだったしな。そしてエルドリッチは魔機能となった人質などを興味、あー、王とはつまりそういうもの、そんなものに挑もうってのかい。挑んでやるよ、俺が王だからな。挑んでやるよ。人参マン王様伝説ですよ。あ、じゃあ行きましょうか、もうこんな感じで。